ゆうちゃまのひとりごと。ドラマ愛くるしいを語ろう。どうもゆうちゃまです。このドラマはですね、真柴家の家族のあったかさや人々の関わり合いを大切にするホームドラマなんですよね。脚本は一つ屋根の下を書かれた野島伸二さん。家族愛とか書くのうまいですよね、野島伸二さん。本当に僕、野島伸二さんの脚本大好きなんです。ゆうちゃま、今までにも野島伸二さんの作品、高校教師や未成年などたくさん語らせていただきましたので、よかったら覗いてみてくださいね。というわけで今回は愛くるしい語らせてください。このドラマは何と言っても何度も言いますが、家族愛が素晴らしい。やっぱりね、世の中いろんな家庭があるからこれが正解とは言えないんですけど、家族のみんなで問題と向き合ったり話し合ったりするってすごく大切なことだと思うんです。竹中直人さんが演じられるお父さん、てっちゃん、てつおさんですね。一生懸命家族のみんなと向き合って、でもなんか少し空回り気味で、そこをなんとか息子のゴーくんや娘のみちるちゃんが支え合って、その姿をホロやうたちゃんが見てるっていうね。家族の形ってこういうものなんですよ。みんな完璧じゃないから、それをみんなで支え合って助け合って生きていくんだなって思うんです。他にも聖子ちゃんの家族やスナックのママを演じた桜井幸子さんの家庭、元ボクサーの家庭など、いろんな家族の形をこの作品では描いていて、たくさんね、考えさせられましたね。涙がね、見てるとね、なんか泣けてくるシーンっていうよりも、なんかじわーっと流れてくるような、そういうシーンもあって、本当に素敵なドラマでした。ネタバレしたくないのであまり言いませんが、ぜひね、見てほしい。気になった方、愛くるしいの中でね、たくさん胸に刺さる言葉がありました。特にお母さんのお話の中で、家族みんながお母さんを大切にしてるのが伝わってきて、家族と向き合うってさ、なんかちょっと恥ずかしかったりとか照れくさかったりして言葉にできなかったりすると思うんですけど、声に出したり行動していかないといけないなって、愛くるしいというドラマから学ばせていただきました。だからありがとうとか、いつもありがとうとか、ほんの些細な言葉でいいんですよ。なんか伝えていかないといけないな、本当に。僕も改めてそう思います。家族だけじゃなくて、なんか人と人の関わりをね、大事にしていきたいですよね。友達とか仕事関係の人とかね、ご近所さんとかね。家族愛だけじゃなくて、一人一人の繊細な心の描写もあり、ホロたち小学生の友情も描いていて、そこも良かったですよね。愛くるしい、いろんな世代の人たちに見てもらいたいですね。まだ見てない方、気になった方、本当にぜひ一度見てほしい。結構語ってしまいましたが、よかったら愛くるしいのドラマ愛はコメント欄でお待ちしてます。それではゆうちゃまでした。個人的に耳が聞こえない女性役で沢尻エリカさんが出演してたのがびっくりしました。あ、沢尻さん出てたんだっていうね。バイバイ。最後まで聞いてくれてサンキュー。他の動画よろしく。